どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、とうとうマイルを使う時が来ますねということで、勝負が始まります。1月の27日の、朝10時から、ANA がね新規就航する、都市、ありますよね、そちらの、航空券が1月27日の朝10時からね、開始となります。で、それと同時にね、特典航空券のこの枠もね一緒に開放されるわけなんですよね。しかも、この開放日は、今まで発売されてないものが、一気に開放されるんですよね。で、それが、355日前ってことなんで、2021年の1月15日までが1月27日の朝10時からね購入できる、発券できるということになりますんで、こちらもちろん特典航空券も対象になりますんで、 ANA マイルをね、貯めている方でやはりね、特典航空券を取るのはね、大変って思ってる方ね、結構多いと思うんですけども、この日だけはね、新規就航の都市だけでもね、結構ありますんで、このイスタンブール、ストックホルム、ミラノ、モスクワ路線をね、かなり狙ってくる人は多いと思うんですけども、さすがにね約1年のね期間が予約できますんで、おそらくね朝10時にスタンバイして、ANA のサイトがサーバーダウンしなければね、多分おそらく取れるんではないのかなと個人的には思っております。いやね、今までこういうのってあったんですかね。ここまで新規就航が一気にされるってね、なかなかないと思うんですけども、っていうことなんで、皆さんね ANA マイル貯めている方、ぜひね狙っていただきたいなと思います。で、今回の動画ではですね、このマイルをね、ぜひね使っていただきたいなと思ったのと、今回のこの新規就航路線の、ダイヤもね一緒に発表されましたんで、フルフラットシートなのかどうなのかっていうのもね、一緒に解説させていただきたいなと思っております。早速ね、見ていきたいなと思うんですけども、発売日は、先ほど言った通り1月27日の朝10時からということなんで、明日の朝10時ですね。ですんで皆さんね、スタンバイして予約いたしましょうね。で、今回ね新設される、路線だけねちょっと抜粋させていただきましたけども、ちょっとここら辺にねバンって出しておきますね。羽田からサンフランシスコ、羽田モスクワ、羽田ストックホルム、羽田ミラノ、羽田イスタンブール、羽田シドニー、羽田、チンタオでしたっけ、羽田深瀬で、便名がですね、ご覧の通り、出ていてですね、便名から見るとですね、まず、時間帯ね見ていただきたいなと思うんですけども、羽田、ストックホルム、イスタンブール、シドニー、あとチンタオですね、こちらの、水色の、ね、枠がかかっているところなんですけども、残念ながら早朝路線ですね。羽田にね直接行ける方はねいいんですけども、離れてる方で、国内線つなぐ方はね、おそらくですけどもほとんどの方が全泊必須になってくるんじゃないのかなと思いますよね。大変、難しかったんでしょうねもう 2,3 時間ね遅らせていただければね、国内線ね、ちょっと遠くに住まわれている方も、行けたと思うんですけども、この時間帯羽田モスクワとか羽田、イスタンブールとかね8時35分に出発なんで、大体国際線って3時間前に空港来てくださいとか言われると、朝5時ですもんね。これは本当にあれですよねもう私でも間に合わないですからね。でも乗り継ぎで来たとしてもやっぱりその便のね路線がなかったらこれ乗り継げないですよね。っていうのはちょっとしょうがなかったのかなって、今後変わっていくのかどうか分かんないですけどね、もうちょっと遅らせていただきたかったなっていう感じですよね。でですね、機材なんですけども、ボーイング 787-89 がメインとなっておりまして、羽田サンフランシスコ線と、羽田モスクワ線だけボーイング 777-300ER、
羽田モスクワ線は、ボーイング 767-300ER ということで、うん、まあ、なぜかね、羽田モスクワ線はフルフラットシートじゃないんですよねまあ私乗ったことあるんですけど、まあ、まあまあ倒れるシート、あのビジネスクラスのシートっていう風になってまして、まあ、ちょっとこれびっくりでしたね、うん、まさかで、まあ、だって5時間行かないぐらいのフライトですからね、もう個人的にはねフルフラットになったんじゃないのか、なるんじゃないのかなと思ってたんですけどね。であとね、深線と、チンタオ路線もね、こちらもフルフラットシートではありません、ボーイング 787-8 になってるんですけども、フルフラットシートじゃないビジネスクラス、まあ22だったかな、212だったかな、まあそういう座席になっております。でですね、まあそれ以外のところはまあフルフラットシートね、まあ導入されておりますんで、まあビジネスクラスね発見されれば、横になってね、寝ていくことができます。で運行開始日ですね、これちょっとね気をつけていただきたいんですけども、3月29日、まあ、予定だと思ってたらですね、ちょっとやっぱりこんだけ一気にね新規就航するの大変だったんでしょうね、羽田モスクワストックホルムミラノイスタンブル路線、まあ、こちらね、全部日程違いますんで、もしねここの路線を狙いたい方はあれしてくださいね、日程間違えないようにしてくださいね、うん、だからモスクワストックホルムイスタンブールとかはゴールデンウィークだとまだ就航してないってことになりますんで、まあ、それだとまあ利用できないんですよね、うん、まあ、せっかくねこの一気に発表されるっていうことで、まあ、繁忙期と呼ばれている、まあ、お盆とかね、ゴールデンウィークとか年末年始もそうですけども、狙っていきたいという方はね、まあ、いらっしゃると思いますけども、日程だけはね確実に見てから、まあ、利用していただけたらなと思います。で最後にですね、必要マイル数をね、紹介していきたいなと思うんですけども、まあ、ヨーロッパ路線ね、を、ちょっとねメインに紹介させていただきたいなと思うんですけども、ローシーズンが、4500マイル、レギュラーシーズンが5500マイル、ハイシーズンが6000マイルですね。これエコノミークラスとなります。でビジネスクラスは、ローシーズンが8万マイル、レギュラーシーズンが9万マイル、ハイシーズンが9万5000マイルっていう感じなんで、まあ皆さんね狙っていくのは多分おそらくビジネスクラス狙っていきたいと皆さん思ってると思いますんで、まあ ANA の場合はね、まあ、これに国内線つけてもですね、同じマイル数ですし、まあANA の場合はね片道発券ができませんので、まあ、往復でね、まあ、このマイル数でね利用できますんで、いやねこれマイル持ってる方はねほとんどの方取れるんじゃないかなって個人的には思ってますんで、ぜひね積極的に、新規就航ね、路線とかね行ってみていただきたいですね。私ねこの中で行ったことあるのってイスタンブールしかないんですけども、イスタンブールのね新しい空港本当にすごかったですからね、うん、むちゃくちゃ綺麗でしたしね、うん、むちゃくちゃでかかったしです、でかかったっていうのもありましたんで、ちょっと指定ラウンジの方はね分かんないんですけども、もしね SFC 持っている方はぜひねそのラウンジ利用していただけたらなと思います。かなり広かったですしびっくりするぐらい広かったんで、何百人だったっけな、700か500かそのぐらい利用できるみたいなねラウンジで、まあ私のね解説動画でねそのターキッシュエアラインの、ビジネスクラスラウンジはまあ紹介させていただいてるんですけども、まあぜひね、まあそれまあ参考にしていただいてもいいですし、まあとりあえず行ったからにはね SFC 持ってる方はねちょっとね5分、まあ本当に一周するだけでもいいんでね、まあ食事もすごい種類ありますんで、ぜひ見ていただけたらなと思います。まあ食事も、目の前で作っていただけるエリアみたいなのもありますからね。あとね仮眠室とかもあったんですよね、うん、ですんでぜひ、まあ、ちょっと興味がある方は見ていただきたいなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね1月27日朝10時から始まる ANA の、ね、新規就航の、発売日となりますんで、皆さんね、アラーム
まあアラームじゃなくてもいいんですけども、まあ覚えておいていただいてもいいんですけどね、スタンバイしてね、ぜひあの特典航空券狙っていただきたいなと思います。こんなにね一気に、解放されて、まあ取りやすいって時もねなかなかないと思いますんで、まあもし予定がね、立てられそうな方はね積極的に狙っていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。